おはようございます。本日4月2日は天気は晴れ、最高気温19度ということで着替えていこうと思います。パンツはこちらスティーブン・アランのウールスラックスです。全体的にちょっとゆったりとしたシルエットで、裾に行くにつれてテーパードしているようなサイジングになります。こんな感じですね。トップスは GU のノーカラーデニムシャツです。癖のないシルエットとこの濃いめのインディゴのカラーがすごく可愛くてお気に入りです。ベルトは J&M デビッドソンのメッシュベルトです。アウターは古着で買ったパタゴニアのストリートシェルジャケット。メガネはサビルローの皮巻きメガネです。シューズはジェームウェストンの641ゴルフを履きます。全体的に少しカジュアルな色使いとアイテムなので、足元は革靴を合わせて少し締めていこうと思います。というわけで春のカジュアルコーデ完成です。行ってきます。